ベストヒットタモリ第1位は、はい、第1位は NHK 杉萩ニュースです。なるほどね、やっぱりね、今週だけこれ特別にですね、はい、放送するんでございまして、もしもこれ興味ある方、あのね、録音でもしていただきたいと思います。もう二度とございません、もう本当に二度とございませんからですね。それじゃ時間もございません、どんどん行ってみたら、次はぎニュース最初に来たやつ、これ結構面白いんですけどね、タイトルがまだこの次はぎニュース、タイトル決まってないうちに来たやつです。最初の次はぎニュースです。これです。札幌西区にお住まいの、匿名希望のなんかちょうだいさん、この方がさ、あのアマチュア無線の方でございましたね。これがですね、NHK のニュースをですね、編集して、むちゃくちゃ継ぎ合わせニュースにしたやつでございますけどね。これが抜群に面白いんでございまして、これを聞いていただきましょう。こんばんは。こんばんは。7時の NHK ニュースです。こんばんは。昨夜から今朝にかけて、記録的な大雪に見舞われた関東地方では、午後から晴れ間が広がる天気になり、乱れていた空と陸のダイヤも次第に平常に戻っています。しかし雪帰りの関係もあって、ダイヤの乱れは今日いっぱい続くものと東京空港事務所では見ています。一方、こんばんは。連日遭難事故が続いている北アルプスの北穂高岳で、今朝一面の銀世界になりました。しかし午後からは雪もすっかり止んで、晴れ間が広がる天気に変わりました。このため午後から初詣客が溶け始めた雪を踏んでどっと繰り出し、足を滑らせて谷に転落し行方不明になったと、近くを登山中の無線で連絡がありました。またこれより先7時20分頃にも、同じ北穂高岳の松並岩付近で半数にあたる63人の議員が滝谷側に転落しました。結局2年連続7回目の優勝を飾りました。以上、聞くたに聞くたに聞くたにでございました。これが受けましたね。最高ですね。編集の技術もいいんですけど ね。さて、時間がどんどん行きたいと思いますけどね、はい、次は、かなりいろんなおやつございまして、4つぐらい一緒になっておりますね。これを聞いていただきたいと思います。今日午前9時25分頃、東京新宿歌舞伎町のキャッチバーで、西船橋発中野行きの各駅停車の10両編成の電車が開催地として停車していたところに、後ろから来た7、8人のホステスのほか、男女合わせて14人が追突。追突された電車はホステスに卑猥な行為をさせて、後ろの3両が脱線しました。これについてキャッチ専門の従業員を考える市民連絡会議の遠藤三郎代表委員は、甘い言葉で客を強引に誘い、サロンパラダイスに取り組むことを行政当局に要求していきたいと話しています。愛知県と名古屋市などでは、政府が誘致を正式に決めた後、3階から飛び降りて死亡した事件で、新宿警察署は今夜7時35分優勝が決まりました。プロ野球セントラルリーグは活発な運動をしており、軽い気持ち。8時の NHK ニュースです。ズズン、和田がお伝えします。鎌倉で墓地のため寝ていた人が知っていた古式ゆかしい大きなマンボウがぐっと色づきを増し、実物で紹介したり写真で説明したりして、みるみるうちに大きなテントが張られ、主婦たちを喜ばせていました。横浜地方気象台の話によりますと、主婦を中心に早速もらって帰り研究したいと話していました。おはようございます。お昼の NHK ニュース。こんにちは。ちょっとお待ちください。こんばんは。お昼の NHK ニュースだ。アメリカの惑星探査機ボイジャー1号によるこれまでの観測で、北海道から東北地方の北部にかけての日本海側では、表面の温度は氷点下150度、気圧はおよそ 2.7 気圧。表面はおそらく液体窒素の沼に覆われており、敗れた近鉄の西本監督は橋のたもとなどに浮かんでいましたが、証拠がなく、ちょっとお待ちください。市の関係者を戸惑わせています。これに対して気象庁天気相談所の話によりますと、小葉監督は、ちょっとお待ちください。西本監督は有馬藩や長崎奉行によって22口径のライフルで沈められたということです。
かなりいい出来でございましたね。さあ時間ございませんが、どんどん行ってみたいと思います。これもずっと4つぐらいございまして、これは今度はかなりの聞くものがございます。こんばんは、10時の NHK ニュースです。まずスポーツです。ユーゴスラビアの国営タイユング通信が22日発表したところによりますと、この20日から北京で始まった大相撲九州場所で牝馬の横綱輪島が後ろからいきなり棒のようなもので頭を殴られ、気を失っている間に大塩が14回目の優勝を飾り、それでは中入り後の勝敗をお伝えします。皇王と高見山より倒し、当時まだ20代の若さだった皇王、これに対して千代の富士松井山釣り出しで辛くも千代の富士、しかも朝潮と高の里肩透かしで死亡したのは朝潮、その反面北の海と若の花互いに譲らず16対16で引き分けました。これと並行して輪島と高の花3場所連続の押し倒しで輪島、この瞬間輪島が何者かに棒で投げられ軽い怪我をしました。これについて松田山は謙虚に謝罪したいなどと説明していますが、警察では松田山はオートバイで逃げたものとみて行方を追っています。千秋楽中入り後の勝敗です。今日は七五三青空の下、タッチの神社は晴れ着姿でお参りをするカンターたちの銃声が鳴り響きました。古くから博多っ子の信仰を集めている福岡市の住吉神社には午前6時50分の日の出と同時に池の上を飛び交う子どもたちでにぎわいを見せています。お参りを済ませた子どもたちは背丈の半分ほどもある救急車と正面衝突しました。今日の九州地方はまもなく正午になります。次に、しかし念のため NHK。今日午前10時半ごろ、これ以上の詳しいことは、今日午前0時半ごろ、川崎市高槻野川の道路でライトバンが道路脇のコンクリートの電柱にぶつかった上、さらにその弾みで反対車線に突っ込み、大根を売ったりおでんを試食したり、年に一度のお祭りを楽しむ一幕も見られました。この事故でライトバンは前の部分がめちゃめちゃに壊れ、運転していた大根一本が即死したのをはじめ、助手席に乗っていたネギ一束が顔に1ヶ月の大怪我をしました。農林水産省主催の一日朝市が今日東京で開かれ、産地直送の野菜や魚などが地下より3割前後も安いとあって、警視庁は殺人容疑などで今朝一斉に捜索しました。また会場には亀岡農林水産大臣も姿を見せ、2週間の怪我をしました。会場の近くに住むある主婦は、こういう朝市なら毎日でもやってほしいと、大根などを両腕で抱えながら電柱に激突しました。以上ですがね、これは何度聞いてもおかしいね。これはね、これはね、実はね、あのこのテープね、あの日本放送紛失なかったの。それをね、名古屋の藤田、吉高君っていう人が全部録音してて資料を送ってくれたんで、どうもありがとうございました。本当にありがとうございます。